皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室集客で YouTube 動画を活用する5つのコツについてお話をしてみたいと思います。教室集客において動画を活用するっていうのは人によってはとてもハードルが高いことっていうのは、よく分かってはいるのですが、今ですねいろんな集客方法あります。インスタグラムで集客する、ブログで集客する、でそのうちの柱、3つの柱として YouTube っていうのはやはりどうしても活用してほしいアイテムの1個なんですね。それはなぜかっていうと、動画はその人の人となりがそのまま現れるので、そのまま、この先生に習えるんだっていうのがダイレクトに伝わるとても有効なツールになっています。でもちろんブログとかで文章で人となりを見ていくっていうこともできるんですけれども、今皆さん私がこう喋っているように私の表情であったりとか、声の感じとか内容とかそういうものをダイレクトに感じ取っていただけるっていう動画の強みがあります。ですのでその動画での集客っていうのはぜひ教室の方にも取り入れてほしいんですけれども、それをやっていく上でですね、どういう感じで取り組んでいったらいいのか、どういう活用法があるのか、そちらの方を、まず解説をして、で具体的に細かい設定っていうのがまた別途必要にはなってくるんですが、まず今日のお題とテーマとしては、5つのコツっていうことで、その5つのコツをどう生かしたらどういう成果と効果があるのかっていう、この2つを合わせてご説明をしていきたいというふうに思っています。そうしましたらまずですね、その5つの基本というかコツをお話をしていきたいと思います。まずですね、1つ目、YouTube を、動画として集客に使う場合には一番何を目的にしているかっていうと、Google とか Yahoo とかいわゆる検索エンジンといわれる、その窓ですね、そちらに皆さんの動画が掲載されることによって未来の来る生徒さんがですね、そちらを見てくるっていうことで検索エンジンと呼ばれるものにヒットさせるっていうのがまず第一の目的になります。でこれもそのチャンネルが強かったりとかですね、検索をしている人のキーワードとかがたくさん入っている有効で関連性が強いと思われる動画を上位の方に上げるという、SEO と呼ばれる仕組みになるんですけれども、 Google の方がそちらで、あ、このチャンネルはいいチャンネルだ、人からいっぱい見られている、専門性のあるいい内容を伝えているというとチャンネル自体を上に上げる、そしてその中に入っている1個の動画も上に上げていくっていうことになるので、その単なる動画を撮るだけではダメでですね、その動画のタイトルとかもやはり気を使って、やっていかないとですね、せっかく作っている動画を見られないということになってしまうので、もう動画を作る部分でタイトルがとても大事になってきます。じゃあタイトルはどういうものが入れていったらいいのかっていうと、自分の教室に来る未来のお客様が探すであろうもの、キーワード、タイトルですね、それを意識しながら入れていくということが必要になります。例えば今私は教室の集客のコンサルタントをやってますから、やはり教室集客とかいう言葉とか教室企業とか開業とか、そういったこうメインキーワードは当然欠かせなくて、前はコンサルタントっていうもので探す方少なかったんですけど、最近はコンサルタントっていう名前で探す方も増えてきている。あと企業塾とか、企業スクールとか、そういう学校を探している人とか、いろいろ種類はあるんですけれども、その最重要キーワードを押さえた上で、かつその皆さんがどういうことに悩むのかっていうのを知った状態でそれをタイトルに入れていく。例えばブログの書き方がわからないとかいう場合には、教室集客に役立つブログの書き方10個のコツとかですね、そういうような動画を作っていったりとかするわけですよね。基本お役立ち、困っていることを解決するような内容が動画になっている方が検索はされやすいです。
ちなみにパンの時に私どういう動画を作っていたかっていうと、天然酵母のパン教室だったので、その天然酵母の特性とかどういうふうに生かしていったらいいのかとかいう、そういうお話もしてたこともありましたし、あと今でもまあ若干難しいのかもしれないんですけど、米粉パンとかですね、膨らみにくいんですよ。で、失敗する方が多いので、米粉パン膨らまないその対処法とか、そういうようなタイトルの動画っていうのは非常によく見られていたっていうことがあるので、まず動画の目的として集客で使いたいんだったら、検索エンジンにヒットさせる、これがまずどういう形でやっていけるかっていうのを考えなくてはいけないのがまずその1ですね。で、その2が、実際に訪れました、自分の YouTube 動画を見ました、そして去っていかれてしまうと惜しいんですよね。その動画の横に関連動画とか、まあおすすめの動画が出てくるので、こちらに自分の動画がたくさん載っている方が、そのまま次の動画って見てもらいやすいですよね。ということは、関連と見なされるようなタイトルが似ている、ないしは内容が似ている、テーマが似ている、まあそういったものを当然作っていくような形になります。タイトルの関連性と、あと概要に書いてある内容の関連性と、あとはタグですね。タグが似ている、タグが一緒についていると関連と見なされる。ただし、他人の違う人の動画もタグが一緒だったら関連があるっていうことで、一緒になってしまうケースとかもありますので、このタグの運用は人によってやり方が違うんでしょうけれども、私の場合には、検索が高橋貴子という名前で検索されているケースが多いので、高橋貴子というのもタグに入れてあります。そうすると、高橋貴子関連動画で私の動画が横に出てくるっていう確率の問題ですけどね。内容が優先はされるんですけど、そういう使い方とかもできますので、タイトルとかタグとかも、だいたいいつも固定のものの時には、アップロード、動画をアップロードする時にデフォルト設定で設定することができますので、毎回毎回手打ちとかコピーでやってる方 いらっしゃるようなんですけど、そんなことしないで いけますので、最初に設定したものでセットでバーンってまずコピーされちゃって、でそれで必要なとこだけちょっと書き換えていくっていう、そういうやり方で全然やっていくことができますので、まあ関連動画に表示させて、自分の動画のチャンネルの中を回遊してもらうっていうことですね。それも一つの集客っていうことを考えた場合にはやっておきたい作業の一個ですね。で、余談ですけど、私、サックスとか演奏とかもするので、その曲ですね、その曲を吹きたいなと思った時に、参考になる人のは当然曲のタイトルを入れて YouTube とかを探すので、そうすると、そのタイトルになっている、私の場合アルトサックスなんですけど、そのタイトル、曲名、アルトサックスでやると、アルトサックスで吹いてる人がダーッと出てきますので、まあそういう探し方とかは YouTube の中ではできますので、タイトルとタグっていうのをなるべく自分のをたくさん見てもらうようにするっていうことがまず一つのポイントですね。あと、再生リストっていうものを作ることができて、その同じシリーズですね。そうだな、私の場合には、教室の先生お悩み解決チャンネルみたいなシリーズもので、お悩みを全部答えていくっていう、動画をまとめて作ったことがあって、その時には、それを再生リストという箱の中にこう50本なら50本ドンって入れとくと、そのシリーズを全部見たい方はシリーズの再生リストっていうのをポンってクリックすると、横に50本ダーッと出てくるので。放っておくと次から次へと再生されるので、いろいろとこう問題解決っていう部分で見てもらうには非常にいいので、再生リストっていうのもぜひ使ってみていただけたらというふうに思います。そして3つ目ですね。これは昨今の傾向かなと思ってるんですけど、双方向のコミュニケーションっていうことが非常に評価される、時代になってきています。なのでコメントですね、コメントで読者と交流を持つっていう、そういう形でやっていかれるといいかなと思います。このコメントとかダイレクトメッセージっていう言葉で言ったりとかするみたいですけど、まあ、Facebook もそうですし、 Instagram も Twitter もそのコメント欄とかで
やり取りが活発な人はやっぱりファンとかが結構多くついていくので、あのコメント欄結構心ない言葉を書く方とかいらっしゃったりとか、ちょっとね心が折れるようなことを書かれるような時とかもあるので、私の場合にはあとスパムみたいなコメントとか、あとはちょっとそうだな、男性からのセクハラ的なコメントとかを読んだり回答するのが面倒だったりして、あのコメント欄オフにしちゃってたりとかしてたんですけれども、時代の流れ的に言うと、まあそんなに変なコメントがつかない限りは読者と絡んでいくっていう、それがいいかなと思います。パン教室の時にはそんなコメントつかなかったんですけど、コンサルタントでやっている時にあのちょっと変な、うん、セクハラに近いような、コメントとか男性のコメントとかですねついたことがあって、それでちょっとオフにしちゃってましたけれども、教室でそんなに変なコメントつくことが少なければ、コメントをあの返してこう読者というか視聴者と双方向でコミュニケーションしていくっていうのは、やはりあの自分の人柄を知ってもらったり信じてもらったりする上では非常に有効な手段かなというふうに思います。で、そのポイントの4つ目ですね、それを活用するために動画があの単体でっていうふうになるのではなく、今ではやはり YouTube ですね、YouTube にアップロードしてそのチャンネルっていうのを作ることができますので、自分のマイチャンネルですね、そのテーマに沿ったタイトルをつけた、まあ、マイチャンネルを1個作ってですね、でそこにどんどん YouTube を上げていく形になるんですけれども、あのウェブサイトに貼るときに YouTube の URL を貼り込んで埋め込みっていう作業で自分のウェブサイトに貼る、ブログとかワードプレスといったホームページの中に貼っていくっていうこともできるんですが、その少し秘匿性の高い会員制とかで使いたい時とかにパスワードをかけたいっていうふうになると、 YouTube だけだと限定公開っていうものですとパスワードはかけられないので、 URL を知ってる人だけは再生できるんですが、URL を教えてしまえば誰でも見れるっていうことがあるので、販売とかで使う分に関してはあのパスワードを発行するっていうような形で Vimeo っていうあの動画アップロードするサイトがあるので、そんなものを使ったりとかはしますけれども、あのそういう使い方じゃなくても単純に、その動画を見せることによって自分を信じてもらってファンを増やしていくっていうことであれば基本は全公開で大丈夫です。で、私が主に限定公開で使っているのは私のコンサル生さんへの回答とかで、動画で撮りたい時とか限定公開っていうとご本人だけに伝えたらご本人だけが見る形になりますし、あとはあのお客様が、初めて会った時とかに、まあ、その後お帰りになった後お礼の動画を撮るとか、あの動画の活用、今すぐ即答はちょっと言い難いんですが、14、15種類いろいろな方法で使っていくことができるので、動画はこのまんまリアルにあの自分の思いとか自分の感覚とかを伝えることができるので、非常に有効なツールだと思います。はい、そして5つ目ですね、誘導先を決めるということです。動画を見た後、もちろん動画をぐるぐる見て回遊してもらって全然構わないんですけれども、動画の誘導先をどこにするのか、見た人をどこに引っ張りたいのかっていうことですね。あのチャンネル登録はもちろんしてもらった方がいいんですけど、チャンネル登録しておけばあなたが更新した時に、通知っていう風になっている方に関しては通知で更新したよっていう連絡が来るし、楽しみにね待ってるあの視聴者の方とか通知が来るように設定してあると思うんですけれども、でチャンネル登録をしてるとそこからまあ見に行くこともできたりとかしますので、まあ、チャンネル登録してもらうのはもちろんいいんですけれども、その動画によって例えばメルマガに登録してもらうとか、例えば LINE に登録してもらうとか、あとは自分のウェブサイトを見てもらう風に促すとか、何かしらその動画を使ったゴールですね、それがあったらそこに誘導するっていうのが基本セオリーになっているので、私の場合には、まあ、メルマガを読んでもらって、でじっくりゆっくり私っていう人はどういう人でどういう主義主張を持っていてどういう考えを
持ちながらコンサルをする人なのかっていうのを分かってもらいたくて、基本、メルマガとかに誘導したりとかしています。ですので、皆さんがそれぞれ誘導したい誘導先とかは違うと思いますので、そちらを、一つちゃんと決めて詳細欄とかに書いた状態で動画を作っていくっていうことをしないと、いくら動画を作っても動画見て、あ、よかった、ありがとうで終わってしまうと、すごく残念なので、そこも一つ気を使ってやっていただいたらいいかなというふうに思ってます。ですので、まとめますと、まず動画の活用ということで、一つ目が検索エンジンにで、上位に上がってくるように動画のタイトルを設定するということ。あと2番目が再生リストや関連動画、再生リストなどを使って関連動画などに表示をさせるタグとかタイトルに気をつけるということが2番目ですね。で、3つ目は双方向のコミュニケーションということで、コメントを開放して、そこで、いろんな人とコメントのやり取りをする。4つ目は、YouTube チャンネル、自分の YouTube チャンネルをテーマに沿った YouTube チャンネルを持つ。テーマじゃないものは上げない方がいいです。順位が下がるから。YouTube チャンネルをきちんと作る。パソコンとかね、詳しい方はカスタマイズするとチャンネルがすごく充実した感じになるので、そちらはそちらでおすすめです。で、5つ目、誘導先を決める。どこに誘導するのか、ホームページなのか、 LINE なのか、メルマガなのかっていう、ご自身の誘導先を決めて、それでアップしていくということです。以上5つが、取り急ぎ YouTube の動画をまずは活用してみようと思った時に注意したいポイントになりますので、ぜひご参考になさってください。それでは。